トリポッドシリーズは1967年から1988年にかけて英国の小説家ジョン・クリストファーによって書かれたジュブナイル向けの SF 小説シリーズ。H.G. ウェルズの宇宙戦争は本作と直接の関係はないが三脚の巨大マシンを使った異星人の侵略という点で本作の原点となっている。また主人公がイギリス人であり、 一人称小説である点も共通している。第一巻は侵略 SF であり、日常が侵食され、そこからの逃亡が描かれている。第二巻では、征服500年程度経過した世界が舞台となっており、トリポットの支配から脱出し、さらには地球を奪還する展開となっているが、解放後は人類間で敵対してしまい、今度は、 主人公たちが、その修復を決意するところで終了する。時系列順とし、オリジナルを優先する。最後に書かれた、前日単が、第一巻になるため、第二巻からの記載となる。早川版は前日単からの発売となっている。早川版の訳語を優先する。なお、第一巻と、第二巻の時代差は、およそ一世紀ある。第一巻と、 第2巻以降は100年ほどの時代差があり、登場人物に重複がないため、区分する。時代設定は、家庭用ビデオデッキが普及し、また家庭用コンピューターゲームも普及している頃である。したがって、発表当時の1988年前後、もしくは、そこから遠くない未来と思われる。主な登場人物少年の逃避業という性格上、 主人公とその家族が主要人物となる。時代設定は、前作から約一世紀後である。1966年付の墓標が登場しており、第一巻の時代設定は発表当時の1967年頃、もしくは、そこから遠くない未来と思われる。ストーリー主な登場人物主人公たちの区分は、早川場の人物紹介ページ及び帯に順ずる。 主人公たち4人のうち、フリッツのみ、第3巻からの登場となる。その他の登場人物、第2巻に登場。第3巻に登場。1984年には BBC により、テレビドラマ化されている。全3シーズン39話の予定であったが、実際に制作されたのは2シーズン26話までで、未完となっている。2004年頃、 ディズニーによる映画化の企画があった。ありがとうございます。